はい、酒好きな元新潟人飲酒動画です。今回はウィルキンソンのハードの、無糖グレープフルーツ味。以前はドライ味とレモン味は飲みましたけど、期間限定ですね、グレープフルーツ味となってます。ウィルキンソン炭酸使用、刺激強め、無糖チューハイ。無果汁でジンを使用となってます。アルコール度数が 9% で、甘味料が0、プリン体が0、糖質が0。原材料がジンとグレープフルーツスピリッツと酸味料と香料。うん。1904年から高い品質とこだわりの製法で愛され続けている本格、炭酸水のウィルキンソン炭酸を使用しています。これはうまいんじゃねえの？わからへん。まあ俺基本的にグレープフルーツとか結構好きやから。まあレモンよがうまかったりするパターンあるな。レモンはあんまりどうだったかな？そんなにうまかった覚えない。グレープフルーツチューハイっていう結構、あれやから。当たりが多いね。カピー。確かにほのかにジンっぽい風味あるな。苦味もあって、まあグレープフルーツの苦味っすね。で、グレープフルーツの香りも結構。するんやけど、あんまりっていうか全然甘くない。あ、これは割と、まあ、ありっちゃありっす。暑い時とかに飲むのは割とありかもわからん。さっぱり系やけど。でもやっぱりあれやな。多少なりとも糖類入れた方が個人的に飲みやすいと思うんだよね。やっぱちょっと、飲みにくさはあるよね。ウィルキンソン、はぁ、ちょっと。4月の24日から6月末までの期間限定で、これを発売と。ベースの酒をジンにして、グレープフルーツの果皮から、柑橘の香りのみを抽出した独自製法のフルーツスピリッツと、グレープフルーツの香料を加えることで、しっかりとした飲み応えとドライなグレープフルーツ味の味わいを実現しています。やっぱちょっと飲みづらい感はあるな。やっぱちょっと、やっぱ飲みづらいっすね。やっぱ糖類入ってないと、やっぱ若干飲みにくさが、あるっていうのは、まあ、これも仕方ないことなんだろうけど。あんまりこう、喉を通っていかないっていうか、まあ、そんなようなある。あれ？俺これ飲んだっけ？ウィルキンソンジントニックプラスレモンライムなんて俺飲んだっけ？
あれこれ飲んだっけな、この青いやつ。ウィルキンソンの青缶みたいなやつ。飲んだ記憶が、ないぞ。赤と緑缶は飲んだよ。飲んでねえかもな。あ、飲んでるわ。ウィルキンソンジントニック&レモンライム。これ大してうまくなかったんだっけ？俺の記憶に残ってないから大してうまくなかった。あ、カイド4か。あ、そこそこうまかった。あの赤缶はすげえうまかったけどな。赤い方はすげえうまかったけど。あの、トニックプラスウォッカの。トニックウォッカ。そこまであれなのかな。まあでも、割とうまかったっぽいな。ジンとレモンライムスピリッツと糖類と酸味料と香料が、ちゃんと糖類も入ってるから、まあ、割とうまかったんや。まあ四つ星ってことは、まあうまかったっていうことで。大体俺の感覚だと三つ星だと絶対買わない。四つ星ならまあ買う。いわゆるリピート率的な感じでね。まあ三つ星以下は絶対買わない。多分二度と買わないっていうレベル。ほぼ買う価値なし。四つ星からまあ買うか。で、五つ星になったらほぼ確実に買うっていう。何遍もリピートするレベルっていう感じやから。これは微妙やな。うん。これは微妙。うん。これは微妙っすね。コクはほぼほぼない。甘みもほぼほぼない。香りはまあ。2133です。ご視聴ありがとうございました。